はい。昼ビール放送局、今日のアウトプットのお時間です。今日も誠と一緒にダイエットの勉強をしていきましょう。今日はですね、6章、代謝とリバウンドの基礎知識についてやっていきます。ドキャストでは、日本ダイエット健康協会の、えー、と公認インストラクターを目指している誠、ま、こ,ことが、マ、ま、コとが、えーと、今まで、ね、勉強してきたテキストをもとに皆さんと楽しくダイエットの勉強をしていくっていうものになっています。 このテキストは、えっ、ー、と、各章ごとにいくつかの項目に分かれてて、項目ごとに、えっ、ー、と、毎日というか、毎,毎回、えっ、ー、と、問題が出され、その問題を回答していくっていう感じで、えっ、ー、と、進んでいきます。で、その前に、まあ、アウトプットの重要性っていうのはもう皆さん、多くの方が知ってると思うんですが、私もやっぱりね、あの、勉強得意な方ではないので、えっ、ー、とね、自分で学んだことを、 皆さんにお伝えして、皆さんにもダイエットをちょっとね、えっと、勉強してもらい、私自身も勉強するという形で進めています。では今日の問題、早速やっていきましょう。今日の問題は問題30。問題30は、運動が嫌い、食事制限だけでも痩せるので運動はしない、イエスかノーか。さあどうでしょうかね。<laughs> 私ね、体が、私自身は体が大きいけども、運動するのが大好きなので、そう、特に、あの、滑るスポーツ好きですね。ウィンタースポーツもそうだけど、マ、まあ、インラインスケートとか、スキーとか、スノボーとか、あと、あの、体でスピードが体感できるのも大好きですね。あと、球技も好きですね。そう、あと山登りとかも好き。<laughs> 嫌いなスポーツ、マラソン、走ること。<laughs> 走るのはちょっと苦手だね陸上競技はあんまりなんか楽しいと思ったことがないな <laughs> そんなわけで今日のテーマはこちらですリバウンドの基礎パート2今日リバウンドの基礎の2つ目になります中枢ん接触中枢と満腹中枢についてお話ししていきます まあね、現状、日常の運動が難しい現代社会であると思いませんと言いつつ、私毎朝、えっ、ー、と、ワケアダイエットを多くと称して、えっ、ー、と、毎朝ね、歩き、片道40分歩いて出勤してるんですが、それがね、だいたい、えっ、ー、と、5時ぐらいなんですよ、朝の。うん。朝だけども、今日はね、いっぱいいろんな人が走ってた。そう、朝早くから起きてさ、走るって、私走るの大嫌いだから、大嫌いだから、大嫌いだから、から本当に嫌いだから、 そう、毎朝走ってる人ってすごいなというか、ちょっと、狂ってるんじゃないのぐらい思っちゃうんだけど、どうなんだろうね。うんと、あれって結構正しいフォームでしっかり走らないと、体に負担をかけちゃうんだよね。まああの、私あんまりマラソンのこと詳しくないので、さらっとそこら辺にしておきましょう。 まあ、それでもね、あの、もともと運動は嫌いって人もいるでしょう。で、体力に自信がないから運動は嫌だわって方もいらっしゃるでしょう。でも、そもそも時間がないから運動できないって人が、まあ、圧倒的じゃないんでしょうかね。うん。まあ、それをまあ、朝5時に起きてって言ったら、まあ、その5時に起きるためにいろんなことを、 を、まあ、早く切り上げて寝てるわけですから、まあ、それはすごいですよね <laughs>。そう <laughs>。もう、あの、毎日朝走ってる人は本当すごいと思うわ <laughs>。まあ、そんなわけで、えっと、先に進みます <laughs>。はい。まあ、食事制限に頼ったダイエットをするとどうなるかについてちょっと見ていきましょう。いくつか弊害はあるんですけども、体ね、あの、食制限、 食事制限にね、頼ったダイエットをしてると、体の活動エネルギーがなくなるまでね、えっ、ー、と、脳が反応して、交感神経をバンバンと低下させちゃうんですよ。つまりですね、えっ、ー、と、ずっと消費エネルギーを節約モードになっちゃうんです。要するに、あの、うんと、食事制限だけや、ダイエットすると、なかなか消費カロリーが上がらずに、えっ、ー、と、体重が落ちづらいってことですね。はい。 落ちづらいんです。食事制限に頼ったダイエットは体重が落ちづらいんです。はい。さらにですね、食事制限に頼ったダイエットには他の問題点があります。満腹中枢の反応をね、えっと、濁らせ、接触中枢の反応を強くする。難しいこと書いてありますけどね。ぶっちゃけね、えっと、食事制限に頼ったダイエットをしてると、あの、常にね、食欲旺盛モードに切り替わっちゃうんです。 はい。あの、体がね、あの、やっぱ食事を求めてるモードになっちゃうんですよ。だからね、常にね、なんか食べたくなっちゃう。もう食事制限に頼ったダイエットすると、頭の中ね、食べることでいっぱいになっちゃう。そう。なので、まあ食事制限をね、頼ったダイエットは、本、ま、当、あ、ね、あの、あと消費エネルギーが減っちゃうし、 まあ常にお腹減ったっていう風な、もう本当根性でダイエットするって本当このことになっちゃうので、皆さんね、食事制限に頼ったダイエットが正しいとは言えないんですよ。そう、むしろ良くないって私は思ってますけどね。そう、だからって私はあの、えっと、うん、じゃあ16時間断食はどうだっていうと、まあここら辺を全てコントロールしてやってるっていう、だからまた、ちょっとね、どっちかとドエムの世界な気もするんだけどね。 まあそんなわけで今日の、えっと、テキストはここまでになりますが今日の問題を振り返っていきましょう今日の問題は運運動動が嫌いい食事制限だけででも痩せるので運動はしないイエスか,ノーかこれねテキストはねノーって言ってるんだけどまあ分かっててあのデメリット分かっててやる分にはまあ イエスでもいいのかなただね、えっ、ー、と、運動をしないっていうことが、あの、どういうふうに、あの、運動をしないっていうことはどういうふうな弊害があるかとか、そういう話はまた、えっ、ー、と、別のね、章で出てくるので、まあ、ここはね、あの、適素直に、ノーと言っておきましょう。<laughs> 16時間断食、積極的に運動してないので。<laughs> ただね、毎朝、毎朝、 てか、毎日、あの、片道40分だから、まあ、えっと、1時間半ぐらい、うん、1時間20分ぐらいは歩いてるし、あの、まあ、お風呂掃除はね、常に有酸素運動ですし、まあ、週1回、2回ガち、たバたトレーニングもしてるので、まあ、運動してないってことはないですけどね。<laughs> またね、この、あの、ダイエットの勉強のシリーズが終わった後に、 あの、YouTube でね、あの、出てるいろんな情報を検証するみたいなのを、あの、ちょっとやっていきたいと思うのです、その中ではね、えっと、ね、あの、いろんな論文をもとに、えっと、健康とかダイエットについて、えっと、動画をアップされてる方がいらっしゃるので、そういう方の情報とかを見ながら、ちょっといろんな話をしていきたいなと思っています。で、まあ、今日の問題はここまでなんですが、明日の問題はというと、 リバウンドして元の体に戻った時同じ体重なのにブヨブヨになっていることがあるイエスかノーかブヨブヨ <laughs> ブヨブヨちょっとハマりそうだね <laughs> これねあの、うん、と私わかりますよリバウンド王なんで <laughs> ブヨブヨになっちゃって 出ま,すよ <laughs> まあねなぜそういうことが起こるかっていうのはリバウンドの3明日またお話ししていきたいと思います今日もここで終わりになりますがこのポッドキャストは毎日12時お昼の12時にアップしてます全100回シリーズで今30回目なのでまだまだ先は長いですがなんとかね7月の3日が私のね、あのー、試験日なのでそれより少しでも前倒して早く 全部終わるように頑張って制作中です。はい。最近は1日2本ずつ作ってます。だから結構ストックが溜まってて <laughs>。あの、しばらく、急に具合悪くて休んでも配信止まりません <laughs>。ご期待ください。まこの絵でした。バイバイ。またね。